番番いるところで外するのが一番危険だってからバーサーパッケージっていうのではここは非常に重要なものというふうに僕たちは考えていますし前屈するとさすがに悪化したところに負担がかかってしまうからこれは痛みやすい。<music> 神経解剖学を学んでいくときにですね、おそらくどこが重要かっていうと、ずっと聞いていくと、脊髄ってこんなんだよ、縁髄ってこんなんだよ、例えば小脳ってこういうところにあって、こんな細胞があってって、習った後に、多分その後にね、この電動炉っていうのを聞くと思うんですね、トラクトロジー。うん、あの、 神経細胞体はどこに軸索を送って、それはど中枢神経で習った場所のどこを通ってるんだっていう話ですね。これが僕は臨床的に一番重要だと。 まあ思います。なんでかっていうと、例えば、運動の伝導炉、よくある水体炉ですね。水体炉というところをザーッと知ったら、その水体炉の、例えば内包とか、大脳皮質とかっていうところを知ったら、そこが脳梗塞で壊れた、脳出血で内包にちょっと出血層があるっていうことになると、ああ、ここが切れるんだね。ということは、全角運動ニューロンに指令がいかないんだねっていうことがわかる。っていうことになるので、おそらく 一つ一つの、まあ、あの、一番最初の人にとっては、円髄がどこだっていう話は大事だと思うんですけども、臨床の先生方にとっては、もうそれは効いたという前提にな,ならさせていただいても、この伝道路っていうものを、えっと、一旦、ちょっともう一回勉強していただいて、で、そういったものが、例えば手足の、まあ、様々な感覚とか、まあ、そういったものを、こうやって、あの、 おばあさんの手をこうやって握ってあげてますよね。で、その時に、あんたの手はツルツルでええなって言ったら、どういう経路が生きてるって感じるのか。逆に、あなたの手しわしわですねと感じたら、まあ、これ結構同じなんですけども、どこを通ってどれがそれを感じているのか。逆に言うと、そこが障害されてる人ってこの感覚ないのかもしれないとか、そういうことが分かっていただけるといいかなと思いますね。 そして、まあ、その、例えば、こういう動作をするときなんていうのは、これ、視覚と、これ、む、あの、む、 無意識でやっている、こういうところの、あの、筋の感覚とか関節の感覚が当然通常でないと、運動が麻痺してるっていうこともあるかもしれないですけども、感覚も当然正常でないとこういうことできないわけですよね。ラケットに当てるなんて土台無理ということになりますから、そういったところの、まあ今日は感覚に絞ってですね、こういったことを、まあちょっと分かっている神経経路ってのはどこなのか、そして、 あれ、私の見てる患者さんそこやられてるよってことになったら、もしかしたらこういう感覚の何かがないのかもしれないっていうことを考えていただいて、どうやって治療につなげていくのかっていうことを、まあ、なんかのヒントにしていただければいいかなと思います。で、私が臨床の時によく言われていたっていうのはこういうことなんですね。もうこの下から行きますと、感覚の障害はなかなか治らんっていうことはこれよく言われました。 よく言われたんですね。これはなんでかっていうと、運動、脊髄全核運動ニューロンに集まってくる電動炉って実は結構たくさんある。ので、あの、ふとした時には動くとか、全く動かないってことなくって、なんかちょっとやると、いろんなところを使って回復してくると。自分で動かそうとするとなかなかうまくいかないけど、なんか立って歩こうとするとペコっと足が出るとか、そういうようなことになってくるので、あの、 運動の経路っていうのは実はリハビリテーションやってていろいろお感じになると思うんだけども、そこはなんか良くなってくるなと。あれ、中枢神経が実際治っちゃったのかなみたいなことをちょっと思ったりするんですけども、これ今日やりませんが、これおそらく、まあ、加工路系が多く存在するっていうことと、まあ、 金自体の問題が出てしまったなら、その金自体の問題を変えてやったら中解決することももしかしたらあるので、それで多分、こちらはあの変わっていくんだろうと思いますが、こちらはですね、 なかなかこれは他のルートでは代償できないっていうことになるので、ここはなかなか治らないよっていうことをよく言われたと思うんですね。別に私はこれを治す方法を今日教えるわけではありません。あの、治ら治らないものは私は申し訳ないが治らないというふうに思います。僕も、あの、神経系の障害というくくりではないかもしれないが、ご覧の体型などで椎間板ヘルニアに2回なったことがあるんですね。あの、 今でも足痺れてます。いつか治ってほしいなと思いますが、タイムマシンでもない限り無理やし、タイムマシンって未来しかいけないらしいので、あの、過去には戻れんやろうと。この体型がいつか。 とか思いますけど、それはお前が努力すればいいんだって話になってしまう。<laughs> そ,そういう話したいんじゃない <laughs> ごめんなさい。そうじゃない。あの、何が言いたいかっていうと、患者さんだって元に戻りたいっていうし、僕だって戻りたいと思うけれども、それはなかなかっていうことなんですよね。なので、まあ予防も大事なんだけれども、こういう状態を把握した上で、じゃあ残ってるところはどこなのかとか、 もしかしたら、こういうことで苦しんでおられるんだとしたならば、こういう提案したらどうだろうとかとか、そういうことに結びついていったらいいのかなと。だから、治せないんだったら医者のやることはないって私よく言っちゃうんだが、リハビリテーションはずっとやることがあるんですよ。治らなくても。はい、そういう仕事だと思いますので、しかもその、 やられてるところ以外でどうできるのかっていう、これ、中枢神経系ほとんど全部知らなあかんやんかってことになるから、結構僕は大変な仕事だなと、ま、あの、実感していたんですけども、ま、そういったことをちょっと分かっていただけたら、もし代償できないなら、じゃどうやってその代わりをやってあげたらうまくこちらを使えるようになるのかっていう、そういう話をさせていただけたらいいなと思っています。